え、明日のサムネイルコインはでもまあ当たんないか、生誕だからね、七瀬の。明日も皆さんオンデマで見てください。昨日の公演はなんと、え、昨日？昨日したっけ？昨日の公演はなんとハッツーの考案で、なんとチュインテール、高めチュインテールということで、高めツインテールを実はしまして、はい、高めチュインテールをやらせていただきまして、今までツインテールやった時とかって結構前髪をね上げてたりとか、こうここから全部巻いてっていう、あの波動の時みたいなツインテールが多かったんですけど、まあ、なかなかこうストレートで、なんか最初くくるだけくくってたんですよ、ツインので、ストレートもいいじゃんみたいな他のメンバーが言われて、でもハッツどうするって言った時、ハッツがじゃあ毛先だけちょっと巻く感じでって言われて、毛先だけ巻くっていう、私いつもツインテールはこうアイドルになった時に髪の毛を巻いちゃいけない時はストレートツインをやったことあるんですけど、会いたかった公演とかで、だけどこの髪巻けるようになってからツインもあんませんし、してもこうなんやろな、全部巻く感じの、まあ波動の時みたいな、まあ波動もあれメイクさん考案でツインしたんですけど、そうそうそうみたいな、こうツインテールとかが多かったんで、ああいう形のフォルムのツインテールを初めてやって、そうなんか決めてなくて、髪型どうしようと思ってて、まあハッツに決めてもらおうと思って、でなんかこうハッツに何がいいと思うみたいな、ちょっとツインでって言われて、えみたいな、そう私そう来ると思わなかったんですよ。でなんかでも今日そういうタイプの人いないからみたいな言われて、えみたいな、でまあさ主役が言うしさ、そうそう、ハルピョンはいたんですけど、なんかハルピョンはクマみたいなやつをやるって言ってて、だから今日ツインいないからさみたいな、可愛い系統いないからとかって言われて、ツインテールやりましたけど、マジで上から2番、あの日は上から2番目でしたね、年齢で言ったら。そうだし髪の毛も今すごい伸びてきてて、だからこうツインテール、今ポニーテールやってもこんだけ長いんですけど、ツインテールやった時も結構長さが、その短い時のトイプードルみたいなツインも可愛いんですけど、長くなったので、なんかそのタイプのツインそうなってみたいな、そう感じだったんですけど、でもすごく皆さん的にはとっても好評で、お見送りの時とか何人からもツイン可愛いねって言っていただけて、とても嬉しかったですお恥ずかしい、まあまだまだいけるっていうことでとか言ってしていきましょう。はい、もう恥ずかしいわ、ハドカピーは本当に。あ、推しのゆうさん、かき氷タワーありがとうございます、ありがたわ、ありがとう、なにこれすごいんだけど、フルーツか、なんかマジでシロップの色がさ、あまりにもさ原宿系すぎない？超ビビッドなんだけど、やば。でもやっぱ24歳、ツインね言われないともうなかなかやんないかな。ハーフツインはよくやるんですけどね、ハーフツは、それこそ前のサムネイルは前髪上げてハーフツしたんですけど、明日マジでどうしようかな、こんな。いやでも明日はどうしようかな、わかった、どうしようかな、待って、私その前のハーフツインじゃないわ、公演の時何やったかな、もはや最近何をやってんだろうね、髪の毛で。その前は前髪なしのハーフツやったでしょ、その前はちょっと遡ります、あーハーフアップをやったんですよ、ハーフアップで、その前は羊をやったんです。あ、すいません、あざます、あざます
で、だから明日マジ何しよっかな。久しぶりに三つ兄子とかにもしてみようかな。久しぶりに私ユニットなんだっけ。あーひび割れたとか。あーいいね。なんか蚊に噛まれたんかな。めっちゃ赤いわここな。どう明日三つ兄子さんとかねえ。どっちサムネイル言えない。うん、三つ編み子にし、こうなんかここまで三つ編みにして、あ、そういう感じ、こうやってここまでで、あ、そうやんな。ちょっとだけ三つ編みでここ下フェフェ映画いいよな。全部三つ編みの田舎っぺになるよな。ねえ、こうこういうのやったみたいなやつ、いいわ。いや、なんかわからない。あー、一本で全部編んどって三つ編みってやつ。半分こしてこう、あーね、止めて巻き巻き巻き。あー、髪飾り止まるよちゃんと。まあ確かにじゃあそうしよう。明日三つ編み子にしよう。かぶりがおらんかったら三つ編み子にします。三つ編み子いいねって。お、マジありがとう。前髪ねの後輩が奇跡のほど可愛いって。え、本当に、ありがとう。ゆりなちゃん田舎っぺなんだから気にしなきゃいけない。失礼な、言ったけど東京にもう 5,6 年いますからね。正直意外にも東京生活長いんですよ。東京を知ろうと知ってないだけで。じゃあ三つ編み子に決定です。明日覚えとったらな。忘れてるかもしれん。いやマジでよく忘れるんですよね私。ちょっと忘れてなかったね。忘れてるかもしれないね。忘れてる可能性もなきにしもあらず。大丈夫かな自分。かぶってたら途中で変更したりするのだって。え、なんか変更する時もあるし全然でもうなんかやってもいい、同じにしてもいいって言っていいよって言われたら同じにする時もある。うん、そう、あ、かぶったと思って変える時もあるし、同じのでもいいって言っていいよって言ってくれるよ。大体いいよって言ってくれたら普通のやつにしますよ。お目目がかゆいなっていう感じでね。七瀬とかぶったらさすがに変える。いや主役とかぶったら変えるよ。でも七瀬なんか三つ編みしてるイメージあんまりないからなんかかぶらなさそう。かぶらなさそうなんですけどね。私はチャレンジしないので私失敗しないのでめて今ね、それこそあの無料のさ配信のやつでさ、ドクター X のさ2021年かな、ちょうどコロナが流行りだした時のドクター X がさ やっとるんですよ。それで今日の朝も見とった。準備しながら今日なんかそう、今日なんかメイクしてきてくださいみたいな書いてあってね。それでメイクしながらドクター X 見てた。昨日の夜からずっと見てる。10話ぐらいかなだったんですけど、ドクター X 大好きで私。だからドクター X 見てたの全部見終わった今日最終回まで。私失敗しないので、私冒険しないので髪の毛に関しては。
マジ冒険しないよね。なんかさ、汗とかかかないんだったらもっと冒険したい髪型いっぱいあるんですよ。それこそおろすとかさやりたいんだけど、もうおろしたらさ、何よりかによりね、もう地獄なんですよ、汗が止まらなくて。私あんまり顔には汗かかないんですけど、この地肌とここに汗をかくんですよね。だからそれがすごい嫌なので、全オロはマジで、全オロはねマジでメイクさんにも止められる。いや全オロはマジで熱いけ、やめときなみたいなそうって言われるから、なんかおろし系のやつはやらないんですよ、公園では。そうなんか、それこそ前サムネの時にハーフツインで前髪上げた時に、なんか前髪上げて全オロにしようと思ったんだけど、メイクさんに聞いたら絶対熱いからやめといた方がいいでって言われてやめたんよ。だからなんか私はもともと結構汗もかくし、結構あのはちゃめちゃ動くタイプなので、そうなんかだからあんまりおろし系はやんなくて、あんまおろし系はやらないんですよね。だからなんかそういうのがないんだけど、そういうとこじゃないんだったらなんかやってもいいなって思うんですけど、まあそういうんじゃないのって言ったら、もう正直歌番組しかないじゃないですか。でも歌番組出ないからさ、もう冒険とかあんまないんだよな。りょうちゃんまた香川姫のご予定ありませんか？今んとこないっすね。今んとこねーないっす。そう、まあ、去年11月に有楽町でさイベントがあったじゃないですか。でそれが初めてのその地元のイベントだったんですけど、まあ、もしまたそういうイベントがねあれば、有楽町でもなんか来年に引き続き同じ感じのがあれば、よかったら皆さん来てください。東京なんでね、みんな香川よりか全然来やすいと思いますので。ぜひよろしくお願いします。あれ15分経ちました？まだですかね。まだですよね。まだだよね。起きたと思ったんだけどな、やばい、もうちょっと眠たすぎてやばいんだけど。やばいマジで。最近さっていうか、シンプルにもう最近本当にやばい、眠すぎる。明日もショールームはいつしような。明日ね、劇場公演のタイミングが早いと思うんですよ。いつも18時半からだけど、18時半からじゃないじゃないですか。だからこう明日は、まあ、劇場公演のまあリハやれるじゃん。リハやって公演やってレッスンがあるんですよ。でレッスン終わったらなんです。でもこの時間まだねレッスンしてるんですよ明日。だから家に帰ってきてないから、できれば家出る前に15分ピューってやりたいなって思うの方が楽だなって思うんですよ。ちょっとすいませんね、なんか楽とか言っちゃって申し訳ない。もうちょっとすいませんね。とりあえず毎日なんか公演かなんかレッスンかやってて、ちょっともう本当に眠たいっていうか、なんか本当に申し訳ないなっていう気持ちでいっぱいなんですけども、なんかちょっとできるタイミングで、あ、15分来ましたね、やれたらなんかいいなと思って。なんか多分レッスン終わりだと多分死んでるので、死んでるんだったらなんかレッスンやる前のなんかまだパワフルなゆなちゃんの方がいいかなみたいなね。ちょっとわかんない。明日のゆりなちゃんのその、でも最近ゆりなちゃんその起きるにしても、まあ例えばじゃあゆっくりできるとして、10時ぐらいに起きようとするじゃないですか。絶対に10時前に起きてる。もう9時半ぐらいから起きてるから。マジで。最近寝るの早いんですよ。1時とか12時に寝るんで、その8時とか、その私大体最近本当にめっちゃ朝早く目覚めて、寝て、まあ9時とかに起きるんですけど、9時とか9時半ぐらいに起きるんですけど、まあベッドの中でぼーっとして、あのベッドが出るんですけど、
まあ、結構寝るんですよね。まあ、それがいつまで保たれるかは知らないですよ、正直。だってあのそのレッスンのね時間によってはもうどん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 昼夜逆転したりとか超不規則になってたりとかしちゃうのであれなんですけど、今のとこねいい感じにね過ごせてるんでね、まあ、ちょっと眠くなっちゃうんですよねすぐね、本当に申し訳ない。なのでねランキングも読んじゃってね終了にしちゃったいと思います。私今から晩ご飯食べますんで、そうめん、またそうめんっていう話なんですけど、そうめんって焼きそば食べますね、意味のわからん組み合わせですけど。13岡山さん、12ヒロピロさん、113104サトシさん、10位ナッティさん、9位アーさん、8位熊塩さん、7位カズさん。まだ銭形祭りの余韻が抜けませんだって。おお嬉しいことだね。6位ケミナミさん、5位秋彦さん、4位春太郎さん、3位島屋さん、2位にきおさん、そして今日の第1位は押野優さんです。ツインテールゆいなちゃん好きすぎる、嬉しい、ありがとう。レアキャラレアキャラ、私ツインテールゆいなちゃんレアキャラなんで、皆さん眼球に焼き付けていただけたら嬉しかったです。じゃあ皆さん、そういうわけで今日もありがとうございました。バイバイ、またね、おやすみ。